こんにちは、仮面作家のひろみつです。今回は龍神面、神楽ではオロチですね、作っていきます。粘土でデザインした龍神をもとに木に彫っていきます。粘土の見本を見ながら、明らかにいらないところを叩きのみで取っていくわけですが、最初の頃はなかなか怖くて思いっきりできませんでした。花の部分の木を足すわけですが、目が彫りにくくなるので木をつける前に目を進めておきます。はい、目の彫りが完成に近いぐらいまで進んだので鼻をつけていきます。まだカバみたいですね。はい、それでは動く顎を作るためにノコギリで切り離します。これで口の中が彫りやすくなります。噛み合わせがうまくいくように少しずつ微調整していきます。うん、いい感じです。角は細いので、ホオノキやシナなどを使って少し硬い木で彫ります。角が左右対称についているかどうか調べるために段ボールでこんなものを作りました。これで高さと幅を合わせていきます。下地の5分を塗っていきます。最初は木肌に擦り込むようにグリグリと塗ってください。5分を数回塗っては紙やすりで研いで表面が滑らかになるまで繰り返します。下塗りの最後に銅板で作った目をはめました。日本画の水平絵の具で着色です。今まで作った色を記録しています。
三河液を指で練れるくらいまで入れます。この絵の具は乾くと白っぽくなりますが、最後に磨いたりニスや油を少量つけると色が戻って濃くなります。その色を基準に作ります。濃い絵の具を塗るとハケの跡の段差が出てしまうので、薄めた色を何回も塗っていきます。塗り途中の表面に触ると手の油がつきます。それだけでもムラができたりトラブルの元になるので、手袋をして持ちます。彫りが深く見えるように濃い緑を塗っています。ここに塗る金の色ですが、この金の粉を水性のウレタンニスで溶いて使っています。塗料は水性の方が金の粒子が表面に浮いて光沢が増す感じがします。最後に空拭きで艶を出し、ワセリンなどの油を少量つければ、表面の質感などがはっきりしてきて立体感がアップします。祭り面などは防水を強くするためにラッカーニスなどをかけてしまいますが、被膜が出すツヤになり、私はなるべく使いたくないです。実際能面や社中さんが持っている名人が作った仮面はニスが塗っていません。ニカワは経年効果があるのか、年月が経つと色が落ちにくくなります。はい、龍神面完成しました。最後までご視聴ありがとうございます。またねー。